はい、いよいよね、開催されるアップルイベントワンダーラストですけど、イベント直前にどんな新製品が予測されているのか、噂を一通りおさらいしていきたいと思います。ドタマで出てきた説も可能な限り織り込んでおきました。それではいきます。はい、ということでね、あくまでも噂ですけども、発表されると言われている製品の噂をおさらいします。まずはですね、 iPhone ですけど、スタンダード2機種 iPhone15 と 15 Plus ですけど、これ外観としてはですね、まあ、6.1 インチ 6.7 インチ大きなデザイン変更は14シリーズとから変わらないようですが、ただ前面にダイナミックアイランドというのが採用されてですね、まあ、あのね、例のね、14 Pro だけにあったものがね、今度は使えるようになるということで、でこれ色については、なんかね、リークされた USB-C ケーブルから予想の色なんか出ていますが、まあ、ちょっとね、なんか予想色っていうのが、少しね、こう混迷していましてね、いくつか説があるので、ちょっとこのあたりはね、答え合わせはイベントでという感じになるでしょうか。で、まあ、あとはね、ポートの方ですね、 USB-C に変わるということですけども、こちらのスタンダードモデルは、転送速度は 480Mbps だそうですね。でケーブルの方は USB2.0 仕様のがついてきて 1.5m らしくて、ボディに色を合わせた編み組みタイプのものらしいですよね。まあ、そしてね、スタンダードタイプについては、この広角レンズがですね、 48MP になるというのが、まあ、一つのトピックですよね。でセンサーの方はね、新しいなんかソニーのイメージセンサーらしいですね。なんか14 Pro とはまた別のものらしいですけども、でチップについては A16 チップ、 iPhone 14 Pro に1年遅れで効率とパフォーマンスが向上するようですね。メモリーは 6GB のまま、そして C2 充電に準拠して、U2 チップというね、新しいね、UWB が搭載されるようですね。そしてお値段の方は、価格据え置き説が濃厚の799ドルと899ドルだそうです。はい、そして iPhone15 Pro と 15 Pro Max の噂については、これ外観が、まあ、デザインが少し変わるということで、チタンシャーシーの噂、軽量化 10% でブラッシュ仕上げだそうなんですけど、でこれによってですね、15 Pro は 188g とか、15 Pro Max は 221g というかなりの軽量化が、まあ、リークとして、噂されていますよね。で画面がですね、ベゼル幅が細くなって 1.5 ミリになるそうですね。で色の方は4色みたいですね。シルバー、スペースブラック、グレー、ブルーという、まあ、4つの色が割とね、保守的な色ですかね。そしてミュートスイッチの廃止、カスタマイズ可能なアクションボタンになって各種機能を割り当てられるようですね。プランについても USB-C ポートになるという噂ですけども、サンダーボルトか USB3.2 ということで、まあ、最大 40Gbps が転送速度として出るんじゃないかと。そして充電速度は最大 35W に上がるようだという話になっていますね。そして付属ケーブルはね、同じく編み組み系の 1.5m。そしてサンダーボルトのケーブルっていうのが別売りされるという噂が出ていますね。充電は C2 充電にも、ね、対応しています。でカメラはね、3カメラですけど、48MP の広角、これはなんかね、センサーも含めて14 Pro と同じじゃないかという説に、ここへ来てなっていますよね。一時期ね、ソニーの最先端のやつという話もあったんですけど、なんかね、14 Pro を維持するみたいです。代わりにですね、超広角が 13.4MP、望遠の方が 12.7MP ということで、プロについては少し画素数上がるみたいな話もありますが、まあ、なんといってもね、プロマックスのみと言われているペリスコープ望遠レンズですよね。潜望鏡型の構造のもの、これがですね、まあ5倍から6倍の光学ズームを実現するんじゃないかと言われています。でチップ関連はですね、初の3ナノメータープロセスの A70 チップと言われていますけどね、まあ、これによって処理性能10から15、消費電力 30% ダウンで、メモリについてはね、なんか6ギガ説8ギガ説が混在していまして、ストレージの容量によって変わるという説もあったりしてですね、これはちょっと答え合わせがね、まあ楽しみな部分ですかね。でストレージについてはですね、128GB スタートにどうやらなりそうだという直前の噂がありましてね、なんか一時出ていた 256GB スタート 2TB まであるという噂がなくなった説もここへ来て出てきております。
そして、次世代の UWB-U2 チップ搭載、Wi-Fi は 6E なんかが搭載されると言われています。はい、そしてね、気になる価格ですよね。やはりね、プロ値上げの噂っていうのが5社のアナリストから出ていましてね、この iPhone 15 Pro については、14 Pro 999ドルに対して、据え置きの999から100ドル値上げの1099ドルスタート説というのが出ていて、MAX についてはですね、14 Pro MAX 1099ドルに対して、100ドル値上げの1199から200ドル値上げの1299ドルスタート説などが混在しておりますね。で、まあ、先ほど言った通りね、ストレージが 256GB スタート説、最大 2TB の噂があったんですけども、直近では変更なしという感じになったんで、まあ、値上げのね、こう値上げ感の緩和っていうのはちょっとなさそうな感じがしますよね。まあ、日本の場合には為替要因もね、大きく左右しますからね。これ、まあ、輸入日とか社内設定レートっていうのは不明ですけども、昨年の8月22日で137円だったのが、今年の8月19日では 145.7 円になってるわけですね。まあ輸入品ですからね、このまあ米国の価格と日本の価格、必ずしもレートで一致するわけじゃないんですけども、スタンダード2機種で、プロ100ドル、マックス200ドル値上げの場合ですね、まあ、税抜きの価格をこのね、8月19日の 145.7 円で、まあね、計算すると、まあ単純計算で日本価格の税込み価格っていうのはね、この真ん中の紫の色になるということで、まあこのね、MAX なんかについてはもうね、20万超えたものしかなくなってくるという感じになるでしょうかね。まあこちらについてはね、一時停止とかして、よく見てみてください。はい、そしてアップルウォッチも新製品が出ると言われています。デザインは昨年のモデルのような見え方だそうですが、 41mm、45mm のシリーズ9と 49mm の第2世代のウルトラで、全て S9 チップになるそうで、まあ、ここ数年呼び名だけを変えていましたが、久々に刷新されるようですけどね。まあ、それ以外に U2 超高帯域チップが搭載されたりとかですね。あとはセンサー類が新しくなったりするみたいですけどね。シリーズ9は新色にピンクが変わり、ウルトラはブラックチタンカラーが追加されると言われています。まあ、その他新しいバンドに植物素材と磁気バックルのものが出たりして、シリコンやエラストマーは徐々に廃止に向かうらしいですけどね。あとはね、アップルが本革製品の廃止に向かっていることを背景に、エルメスが廃止という予測も出ていますが、これはちょっと答え合わせが本番でという感じですがね。はい、そしてですね、AirPods Pro、これ最も売れている AirPods の AirPods Pro の USB-C ポート化をやるようですよね。他のモデルは後日という噂です。そして新しい iPhone ケースですね。環境に優しい素材を使った iPhone ケースということで、折られた素材で作られたファインウーブンと呼ばれるというね、噂になっていますね。まあ、それに伴って、天然皮革のものとか、あとはシリコンのものも、廃止されるんじゃないかという噂も出ています。まあ、その他発表会ではですね、iOS17 のリリース日と、その他のアップデートなんかのリリース日も、発表するんじゃないかと言われていますけども、MacOS のソノマについては9月にリリースされないで10月の可能性もあるようですね。はい、ということでね、イベントは日本時間9月13日の午前2時ということで、イベントページとかですね、YouTube、そして Apple TV アプリで視聴が可能となっています。まあ、個人的に気になるポイントはですね、ワンマーシングスがあるのかとかですね、あるいはですね、iPhone の継続品、あるいはその USB-C 化はあるのかという点、そして、先ほど話したエルメスのウォッチはどうなるのかというところですよね。あとは iPhone ケースやバンドの新素材についても気になるところではありますよね。そして、日本価格一番気になりますよね。あとはね、15 Pro Max だけが発売日を遅らすという噂が一時期出ていたんですが、これが実際どうなのかというのも気になるところですが、答え合わせは明日の未明となっております。このチャンネルでは、まとめ動画ね、たくさんあげる予定なんで、ぜひそちらもご期待くださいませ。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。